おはようございます。まんじゅわです。はい、今回はね、78到達したということで、まあリップ解説の方をしていこうと思います。で、まあマッチングなんですけど、まあ、そんなに良くなくて、まあ、この辺ね、ロイ3連チャン勝ったり、まあ、4連チャンか、まあこの KK のデッキは、まあ、ロリババなんでね、結構相性がいいんですけど、まあ、このねウッド、まあ、このロリも相性いいんですけど、まあ、ここら辺はね、あの後日解説動画として、まあロイジャイってゆっくりでね、あのまとめて動画出そうと思います。で、今回ね、見せたいリップが3つあるんですけど、ここの3連続かな、エゴールと、まあ、インフェコカツ使い、まあ、これ最多83ぐらいの人なんですけど、でレミエリは、まあ、前シーズン88超えてて、まあ、非常にね、まあ、すごい上手い選手なんですけど、まあ、これのね3つを解説していこうかなと思います。で、まずエゴール選手のデッキなんですけど、まあ、スケとヤリゴブが入ってて、まあ、プリンスの刺さりがめちゃめちゃ悪いんですよね。まあ、なんで、まあ、どうやって刺していくかっていうのを、まあ、解説できたらいいなと思います。でね、なんだっけな、これ最初バレル投げるんだけど、まあ、相手の手札が渋くて、で、しかも反応が遅れて、結構刺さるんですよね、これで。何出すか迷ってるうちに、まあ、バレルが刺さると。で、これも一応ね、やりゴムのチクチクも痛いんで、プリンちゃんにしっかり受けてあげてって感じで。で、ここやることないんで、とりあえず端前吹き矢ですね。やることないときは、基本的に端前吹き矢。で、まあ、これも相手が反応遅れてっていう。まあ、吹き矢は、ワンチャンがあるんでね、本当に。まあ、無視したらめっちゃ刺さるし、結構、その、なんて言うんだろうな、その、結構移動速度も速いじゃないですか。なんで相手が反応できないっていう。で、ここは、まあ、ちょっと手札的にね、まあ、ウッドで許容してあげて、まあ、後ろの迫撃もやってあげるって感じで。で、このプリンスは許容っすね。まあ、吹き矢裂いちゃうと、その、エリアドがね、やばいんで。で、ここはなんかディガー来ると思ったんで、とりあえず、プリンセスで縦線回しましたね。プリンセス出して、縦線って感じで。ディガーには基本縦線当ててあげればいいと思います。プリンスでもいいんですけど、まあ、アド取られちゃうんでね。で、ここは、吹き矢かな。まあ、吹き矢でハンター受けてあげて、まあ、ここはあれですね、プリンスつけちゃって、まあ、ウッドも、冴えちゃいますね。まあ、相手のね、この槍ゴブの位置が結構うまかったんで、あんまりこれは刺さらないんですけど。はい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 。で、まあ、ここはまあ、アウトローで守ってあげて、まあ、相手がね、ウッド使ったんで、まあ、縦線追加って感じで。はい。で、まあね、ディガーとタイミング被ったのがこれでかかったかな。まあ、で、まあ、パイボーが手札にあるんで、まあ、巻き込まれない位置に投げて、まあ、ただね、相手が槍ゴブ切っちゃったんで、こんな感じで刺さるって感じですね。で、もうこれで相手ウッドを使うしかなくて、まあ向こうが諦めてくれたっていう。まあこっからね、もう相手が諦めてるだけなんで、あれなんでね、まあ飛ばしましょう。はい。で、次が、インフェコカツかな。まあインフェコカツは、まあテスラコカツよりね、まあ回転がちょっと遅い分、まあマシかなと思うんですけど、まあほとんど相手はあれですね、インフェは咲かないですね、基本アープリに対しては。まあ、防衛インフェとか立ててきたら、まあ、2倍3倍入ってたらロケット削りかな。うん。とりあえず、まあ、ここはウッド合わせると。まあ、結構エリスピ追加してくれると、まあ、2ヤード取れるんで、まあ、今のは結構美味しいっすね。で、端前プリン。で、まあ、これに対しては縦線。で、ここで相手が端前プリンするんですけど、その、まあ、ギャング切ったんで、まあ、端前プリン、プリンスでいいかなって感じですね。まあ、このバレルは、まあ、縦線が巻き込まれないようにね、ずらしたんですけど、まあ、結局巻き込まれちゃうよと。まあ、これも、美味しいですね。まあ、ウッドが回ってる時は美味しいんですけど、回ってない時の LSP バレルって結構刺さっちゃうんですよね。で、まあ、ここは、どうだったかな。端前プリンする気がするんだよな。か、後ろからか。端前プリンか。で、まあ、それに対してギャングとハシマイプリン両方合わせてくると。まあ、ここ落ち着いて、左吹き矢で右縦線。でね、相手からするとこの縦線が結構ダメですよね。
縦線って結構守るか守らないか迷うんですよ、相手も。だから今ちょっとナイト低めに出して、まあ、結構刺さるって感じで。はいはい。もうこれで結構こっちのサイクルなんですよね。バレルにバレル合わせなきゃいけない状況ってなかなか、こっちがサイクルいい状態ってことなんですよね。で、これはもうギャングしかないんで、まあ、読みウッドがまあたまたま決まってって感じで。まあ、ただ、まあ、エレスピとナイトで受けられちゃうんですけど、まあ、アド取ってると思ったんで、端前プリン。で、ここウッド使うしかなくて、みたいな。でもこれめちゃめちゃいいサイクルですね。端前プリンにギャングとかナイト裂かないでウッドしか裂けないサイクル。多分これを作るのが勝ち筋じゃないかなって思ってます。で、プリンセスで無理やり受けると。はい。で、これはまあ、バレル許容で攻めにバレると。まあ相手ウッド切ったんでね、多分これ守りづらいなっていうことで。はいはいはい。で、これね、プリンスの位置が悪すぎたね。プリンセス、延命しようと思ったんですけど、プリンスの位置が悪すぎて。はい。で、ここまたウッド使ったんで、バレると。まあ、相手はまあ、無理やりでもね、こっちがウッドない時にバレルを投げてくるんで、こっちもね、無理やりでもユニットを出して、まあ、ウッドを間に合わせるって感じで。まあ、ここはプリンセスの夢ですね。はいはいはい。で、ここもウッドがないんで、無理やりウッドを回すって感じですね。今みたいに縦線出して。で、これも早めにプリンちゃんを処理と。はいはいはい。で、まあこれはね、ウッドがないんで、まあ最小限にダメージをね、プリンスとフキエで抑えてあげて、ここはロケット削りかな。結構こっちも手札整ってて、サイクルがいいんでね、ロケット削りですね。あとはまあ、端目プリン警戒しつつ、ウッド切ったんでね、攻めバレルでロケット圏内で。もう最後はもう端目プリン警戒と、まあバレルをね、まあ、フキエだけで受けてあげて、ロケットでジジイ。いやでも危なかったね、これ。539って、まあギリギリロケット圏内じゃないけど、まあ相手の回転が早かったら、普通にワンチャン負けてたかもしれない。で、最後がレミエリかな。まあレミエリの試合はまあ、もう覚えてないな。どう勝ったのかな。でももうね、マジアチアウォールブレーカーは負けないよ、基本。最近勝率9割ぐらいになってきたから、マジアチアウォールブレーカーは。今で言うとなんだろうね。やっぱ、クエイクウッドのホグが絶対勝てないかな。あれぐらいかな、今勝てないデッキは。本当にあれが勝てない。で、ここは、まあ、しっかりプリンスで受けてあげて、はいはい、まあ、エリクサー使いすぎたんですけど、まあ、相手もね、このアプリの形に対しては、まあ、それなりにエリクサー咲かないと守れないんでね。で、ここも、ここなんでこういう着方したのかわかんないけど、まあ、キング起動されてって感じで。まあでもダメージ結構入ったんでね。この時点で、あ、いけるなって思いましたね、これは。で、まあディガーには縦線。で、これはロケットかな。そう、バルキリーウォールブレーカーに対してはね、ロケットかな、基本。手札次第だけど。プリンスがなかったら、ロケット。で、まあ、端前プリン。いや、ここ一回バレルで、バレル投げてウッド使わせて、多分端前プリンかな？うん。ウッド使わせて、そうだね。端前プリンして、まあこれ絶対ウッド、ないから、ウッドかトル、ん？トルネかマジアチャ来ると思ったんで、まあ、延命と。はい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 。で、これはフキアとウッドで、確かギリギリ完封できたのかな、これは。はい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 。いいっすね。で、これウッド回ってないんで、割れるかな、とりあえず。まあ、基本的に攻めでウッド使わせるようなサイクルを作るのが大事かな、割と。まあ、この間動画上げた麦の試合も、多分そうだった気がするな。
ウッド使ったら、端前プリンで、まあ、絶対そこユニットだから、アウトローとかで延命みたいな。でもこれあとロケット2発なんで、まあ、ウォールブレーカー頑張って守ってって感じですね。まあ、確かこれでも負けそうになるんだよな、なんかど、うん。これもね、嫌だよね。端前、マジやっちゃ。で、これはね、まあ、ユニットで受けてくるかなと思って、読みの端前プリンしたんですけど、これが余計だったね、多分。で、まあ、ウォールブレーカー読みの縦線、いや、これもマジでいらない。うん。で、まあ、絶対来ると思ったんで、ケツからプリンスと、ウッドで処理と。で、まあ、うまかったね、このマジアチャの位置も。で、この吹き矢だよね。マジで先般だった。もうどうしちゃったのみたいな。どこ行くのみたいな。で、まあ、縦線で頑張って受けて、無理やりリガープリンスで受けてって感じで。で、これ絶対マジアチャ来ると思ったんで、とりあえずバレル投げたんですよ。そしたら、うまく守られちゃってね。ワンチャン、これワンチャンやばかったな、普通に。まあ、ただ、ロケット圏内でジジイと。まあ、最後の方結構ハゲてたけど、まあ、基本ね、その今みたいな立ち回りしてれば全然勝てるかな。そうだね。まあそこまで環境は良くはないけど、まあ縦線にすることによってね、本当にウッドで剥がされても残ってる縦線が本当に強い。残ってる、まあ縦線って言わないか、戦士、残ってる戦士はもう本当に強いから、まあ、縦線マジでおすすめします。まあ、レベルがなくて使えないよっていう方も、まあ、グラチャレとかでね、まあ、使ってみてください。ということで、今回の動画は終わります。バイバイ。